いいですね、今回ね。なんか釣れるか、あんまりここにいい思い出ないみたいなこと言ってましたけどね。でも釣れたから、帳消しですね。ちょっとでかいのと、タコ、タコ行きたいね。でもアジが釣れてくれたら、ね、泳がせできるんですよ。そうだね、でも相当あれ深いよね。深いですね、相当深いですね。エギだけど、タコタコエギ、やばい、タコ用ですね。あと確かにタコ用、針が3本で普通のね、あのささくれた針じゃないですね。いいんじゃないですか、マジで。来た来た来た、あ、メバルっぽいね。あ、メバルだ、メバル女、メバルだ、メバル女、このメバル女。こうやってこうやればいいんだね。はい、ありがとうございます、お待たせしました。はい、キャッチャンドリリース。はい、おっちゃん、はい、よかったよかった。あ、それはそれで面白い、リンク10代、リンク10代、すごいな、来た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 、もう BGM 変わってるめちゃめちゃいるじゃん。なんか泳いだ方が早いんじゃないの、飛ぶの。いや、これ虫取り網かなんかで、さっきよ。来た来た来た。いや、BGM 変わってるって。めちゃめちゃでけえよ。ねえねえねえ、アンリ、やばいやばい、キモい。もうちょい。下下下下下。なんで私が指示出してんの？見てください、もう大量ですよ。2、もう4、7匹かな、7匹だね。もう1匹死ぬようになってきてる。そう、食べてあげないと食べる。でもすごいのよ、こいつらヌルヌルして。確かにヌルヌル、超ヌルヌルしてんのこれ。ヌグちゃん、ヌルヌル好き？わー、アンディとちげえ、反応がちぎんぞ。アンディが上手、アンディが上手、アンディが上手。とにかく今日はですね、こんな感じで、神奈川の方に来ておりますけども、ずっとですね、着いた当初から釣れっぱなし状態が続いております。入れ食いですね。でも本当ね、岸壁ね、見るとね、すごいっすよ。あの、もう魚のほら、魚の群れが見えるかな。見えたら嬉しいけど、まあ表層動いてる。あとはあそこら辺サバですね。でなおかつさっきまでいたんですけど、ここら辺ね、すごい赤い魚がいたんですよね。もうとりあえずもう絶好調ということで。絶好調、真夏だよ。ただ、あれがついてないよね。また来た。シュエイシュエイ、あ、絡んだ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 、カラバカ絡んだよ。もうね、もう多分ね、サバが10匹ぐらい釣れてますね。すごい、今日すごい。なんか、おがつじゃない、懐かしいね、この感じ。とりあえずね、僕ら今、サビキというのをね、やってますけども、サビキを入れると入れ食い状態でサバが。タコはそっち、ね、あ、かわいい、エビみたいなやつ。もう毎回投げるたびに兄がこのタコ野郎っつってる、タコ野郎ストライクね。これなんだろう、メバル。あ、あ、それやばい魚、これは毒毒、それやばい魚。あの懐かしの愛子さんが来ましたよ。うぃ、なにこれ、絶
絶対毒あるやつじゃん。大きい、見てフグじゃない？毒あるやつです。毒フグちゃんね。あの上も毒、下も毒。うわバイ、私性格悪いから。やべ、毒な女が。毒女です。毒女。でも大きいよ、ニコちゃん。多分だけど、ちなみに上がアイゴっていう魚。ただあの毒の針がこの背針と下の針で、まあフグはまあ来ても取る。フグはね、すごい。アイゴが釣れたよ、アリちゃん。うん、アイゴ釣れた、ニコちゃんすごい。大きいの釣った。で、ポイって、そのままポイって。さあ、ニコ、あ、お、釣れてる。膨らんだ。ニコちゃん膨らんだ。ほら。大釣れたの。サバと汗です。今俺の名前間違ったんだ。とりあえずこれで、これで、はい、ハゼと、秋にもあっちもフグ釣っててでこっちもサバ釣ってて、でそのアイゴも釣れて、であとだんだん釣れて、五目達成。すごい、もう達成。五目達成。いやもうね、さっきからずっと釣れてるんですよね。釣れてない時がないぐらい釣れてるんですよ、ね、もちろんね、リリースサイズとかもあるんでね、逃してるのも何匹かいるんですけども、最近ですね、あのリターンズの方ですね、昔のドラゴンボーズの動画もですね、一緒に併用してまして、ちょっと若干ね、更新頻度が上がってて見にくいところござると思うんですけど、ござると思うんですけど皆さんあれですよね、アイさんリターンズとかも見てほしいですよね。ね、鈴ね、鈴ガイデンもありますんでね。ということなんでね、よろしくお願いします。じゃあ楽しんでいきましょう、アイさん。イエス。これはやっぱりエキだぜ。やっぱエキね。でもエキ投げてないよね。ハゼ投げた。今あ、これエキもやってんだ。エキだよ。なるほどなるほど。じゃあ楽しんでいきましょう。はい。どうなった？これどうなった？土壌みたいな。どうなった？インポ。これね、おいしい。インポ。完璧なインポ。わあ。見てください。おい。こんなにカラフルな。カラフルってか、なんか微透明な、こう、あれ、カラフルオレンジ色だね。はゴンズイではないですね。ゴンズイではない。カラフルハゼ、これこそリュウグウハゼですか。で、リュウグウじゃないね。リュウグウではないでしょ。リュウグウ縦島だよ。琉球ハゼ。沖縄見てじゃん、こいつ。まあ、沖縄見てたけど、カラフルだね。すごいね。アイさん、来たぞ、やめろ、来たぞ、来たぞ、見て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 、おぉ、くっ、あいつはもしかしてもしかして師匠、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 お久しぶりです。またご無沙汰しております。またこの地で違いましたね、師匠。触んないでね。師匠、サイズ感がまた、また師匠、師匠、師匠、怖いよ、危ない師匠、怖いよ、何回見ても怖いよ。あんなに引きがすごかったのに、その大きさ、ね、師匠、怖い一番最初のですね、ドラゴンボーズで釣れたというですね、伝説のハオコゼです。今日は神が戦ってますから、これは触ると危ないです。あの、トサカがですね、はい、この野郎っていう感じになりまして、ブスッと刺されると、はい、神経麻痺と、いうことになります。怖い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 。しかもシャンティクってる。危ない危ない。どうですか、2年ぶりの師匠、ボクさん。なんか、2年前より可愛くなった気がしますね。そうだね、ミニマムになったね。これどうやって取るんですか。師匠、刈り方すごいね。取れません。師匠ね、ずっとこれ。あ、ちぎれちゃいましたね。油断にかかっちゃいました、師匠。すいません、申し訳ない。死んでると思うけど、バイバイ。手合わせて、師匠、さよなら。師匠、また違うステージでお会いしましょう。一応泳いできました。あ、本当？どこ行っちゃいました。はぁ、あ